がないわけじゃねえよな。自分でもよく分からなくて。優等生ってのもなんか大変みたいだな。じゃあな、早く帰るよ。まだ帰れないから。なんで？塾サボっちゃったから。じゃあファミレスとかで時間潰せば。入ったことないから。マジ？女の子って友達同士でさ、ほらドリンクバーだけで3時間ぐらい粘ったりすんじゃねえの？毎日塾があるし。おい嘘だろ。それじゃあ。塾が終わる時間まで付き合ってやるよ。いいんですか？ゲーセンなんかに行きたかったのか？一度来てみたかったんです。え？もしかしてゲーセンも初めて？あれ土井じゃね？あの子今日学校見学来てなかった？ほら落ちんなよ落ちんなよ。